特別試合シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー260ポンド、本田タモウ。赤コーナー400ポンド、ジャイアントキナーラ。レフリー和田恭平。さあ今木槌がゴングの眠りを覚ましました。さてジャイアント馬場さん、まず両雄の表情をご覧になっていただきたいんですけど、いかがでしょうか。まあ表情ってもね、試合始まってますし何とも言えないですね。そうですか。チョップを打っていきます。ヘッドバットです。あっとパンチです。パンチ攻撃です。エルボー打ち込みます。打っていきます。ハンマーを振り下ろします。プロレスラーのドロップといえば、馬場さんもいつもバーベルを持ち上げてらっしゃいますが、地味なことの反復、そして優秀な選手ほどそれを厭わないんです。それがなかったらね、やっぱりレスラーとしてやっていけませんよ。そうですね。膝を使います。ニーを突き上げます。打ち込みます。後ろに投げていきます。カウントがあります。ブレンバスターで返します。僕ら専門家がね、こういった受け身の形を見ているとまだフォールにならないっていうのがね、大体わかるんですよ。そうなんですか。原人の意味を持つリング上の本田も、その野生的なファイトが徐々に発揮されるのでありましょうか。頭から落とします。今の返し方を見るとまだ余裕がありますね。そうですね。なんとそのまま投げ捨てます。カウントは2つ。蹴りを見舞います。マットラフに出てまいります。チョップです。チョップを打っていきます。すごい形相で締め上げていきます。ロープに逃れます。締め上げていきます。ロープに逃れます。あっと投げていきます。全体重を預けます。そのままマットに叩きつけます。そのまま投げつけます。ストンピング、プレスしていった。打ち込みます。あっと投げていきます。抱えた。
ックドロップ。そのまま落としていった、浴びせていった、まだ返します、諦めません、この選手。ラビリングネックブリカードロップ、どうだ、カウントは2つ、投げていった、抜いた、パワーボム、あっと逆に返した、そのまま倒していった、チョップ打っていった、そのまま叩きつけていった、抑え込んで返しました、バット DDT 起こします、バット投げていった、どうか、惜しい、本当に惜しい、ネックブリカードロップ、かました、カウント3、カウント3入りました、